僕はでもね、うん、ターニングポイントになった試合を挙げていいですか、はい、僕はまあ外から見てて思う試合でいうと、うん、ホーム初勝利じゃないですかね。ちょっとこうホームで勝てないっていう流れがずっと続いてて、でそれって多分選手もね、ファンサポーターファミリーの方に勝利を届けられないっていうもどかしさがあった中で、大宮さんに勝利できたのが次のそのあいなく神戸戦、うん、やっぱ勝利できたっていう。ホーム初勝利って大きかったですか？勝った瞬間っていうのは鳥肌ぐらいの感覚ではありましたね、うん、でこんなにホームで勝つって嬉しいんやっていうのをあの時初めて味わえたので、うん、それまで何ヶ月も味わえなかったので、もうあの時はもうすごい嬉しかったです。アウェーで勝つのと全然違うんですか？全然違います。全然違いましたね。すごい分かりますもん。ああそうですか。なかなか勝てないなっていう、うん、デジーナダンス踊れないなっていうあれだけ練習したのにいつ披露するんやみたいなありました。正直披露する場がないと忘れていきません、自分の中でもダンス。あれも踊れなかったですねそうウィーニングランっていうんですか、あの手つなぎの。あ誰がやろうって言ったんだろう、誰か分からないけど男子の選手がやってるからやろうってなりました。そうそうそう、やってみたらまあぐちゃぐちゃで最後の試合なんかは、うん、まあ、完全に揃ってるわけではなかったですけど良くなっていってましたよね。成長しましたね、ウィーニングランドね、どんどん綺麗になっていく。あとやっぱりね、でもあいなく神戸に対して初めて土をつけた、うん、2週連続だったんで、うん、その前の週が神戸のホームで負けてしまったんですけど、うん、まあその時点で勝てるかもしれないっていう結構自信があって、まあ優勝かかってるっていうのもあり、うん、まあ、今止めれるのは私たちしかいないし、うん、きっと泥をつけれるのも自分たちしかいないっていう、こうみんなで強い気持ちで臨みましたね、うんうん、勝った時っていうのは、うん、うわーみたいな感じでした。苦しい時期あったけど、うん、すごい嬉しい瞬間の一つでしたね、うん、実感わからなかったですね。本当にあいなくに勝ったっていうのが無敗ってすごいことじゃないですか、うん、試合をこう中でやってる時には、まあ、負けないなっていうのはこうなんていうか、なんか雰囲気が自分の中であったなっていうのはすごい、アウェーでね、まあ、0-3 であのまま終わってるとちょっと次の試合にもね響いてたと思うんですけど、あそこから1点差まで追い上げたっていうのが絶対にそのホームの試合に生きたと思うんですね。あいなく神戸もちょっとレジーナってやりづらいなっていう感覚で多分ね広島に来て、でレジーナの選手たちはもうみんな自信を持ってるんで、うん、あの勝利もやっぱその、ね、最後の本当残り数試合もう負けなしで突っ走れた、うん、まあ、一つきっかけですよね。やっぱ女王を倒したっていう、うん、そうですよね、うん、その日程の変更があってあそこが連戦になったっていうのは大きかったのかもしれませんね、うん、逆に連戦じゃなかったら勝てなかったかもしれないです、ね、